2016年2月デビュー以来勝ちに恵まれません。この風花プロレス界の春うららとも言われていますが、さあなんとかそのトンネルを出したいところ。やはり飛鳥さんね、はい、この負けが混んでるとどうしてもそのなんか嫌なイメージっていうのが出てしまうのか。そうですね、ただまあ風花の場合負けが混んでた上に怪我でブランクもありまして、つい天井の引きでしたから、まあ、それでも勝利にこだわれるっていう部分がいい。